赤倉温泉は新潟県妙高市にある温泉。スキー場が有名で、この地域では随一の温泉街を形成する。妙高と学士連山国立公園区域内にある。妙高山の山腹に位置する。江戸時代の当時場から明治以降はスキーリゾートとして本格的に開発された。日本でも有数の規模を誇る赤倉温泉スキー場を抱える。 民宿や山荘などのリーズナブルな宿から、老舗旅館や高級リゾートホテルといった幅広い宿泊施設を有する。立ち寄り施設としては、滝の湯という露天風呂が存在する。平家湯170年を記念して1986年に作られた、足湯に入れる足湯公園もある。宿泊施設によっては、入浴のみの利用も可能なところがある。長らく、 霊山妙高山の一角として一般の入山は禁じられてきた。1814年に地元民が開発を高田藩に願い出し、翌1815年に開発が許可。1816年に実際の開発に着手一本木神殿に引頭に成功した。運営を高田藩が担当する日本唯一の繁栄温泉であった。 平家湯から数年で10軒ほどの温泉街が形成された。明治、大正期を通じ発展していく。尾崎紅葉、岡倉天心、与謝野秋子らの文人も赤倉を訪れた。尾崎は、次女、塩化療養で赤倉を絶賛した。岡倉は、赤倉をこよなく愛し、この地に作った別荘で永民した。ありがとうございます。